はい、ということで皆さんこんにちは、佐古修でございます。さあ、本日はですね、スニーカーレビュー動画ということでお届けしていきたいんですけれども、私のスニーカーレビューはですね、そのスニーカーのモデルや歴史なんかはもちろんのことですね、どう履くかということにフォーカスしてお届けする、まあ、コーデの中のね、紹介も含んだレビュー動画となっております。さあ、本日ご紹介する一足は、まあ、これほっと買ってよかったなというふうに思うぐらいですね、まあ、質感、そして色味、形、めちゃくちゃかっこいいなというふうにですね、まあ、実物見て思った、まあ、名作でございますね。まあ、特に2月一番欲しいというか、まあ、2月これは何としてでも欲しいなと思っていた一足でございましたので、まあ、プレネではあったんですが購入して、まあ、よかったなというふうに思っている一足なんですが、まあ、早速ね紹介していきたいなというふうに思っております。それではまずその肝心のスニーカーボックスの方から紹介していきたいなというふうに思うんですけれども、そのボックスがこちら、おい、ということでこちらのボックスでございます。もう2月でこのボックスと言ったらもうあの一足だなとお分かりの方も多いんじゃないかと思いますけれども、とにかく中身がやばいということで、ほんじゃあ早速その肝心の中身の一足ご紹介していきたいなというふうに思うんですけれども、その一足がこちら、はい、どーん、ということでこちらのですね、ナイキエアジョーダン1ハイ85のですね、ニュートラルグレーの一色でございまーす。さあ、ということで届きましたこちらのニュートラルグレー85、やっと来たかちゅうことでですね、まぁ、今回プレネではございますが、購入したこちらニュートラルグレーなんですけれども、僕85シリーズはですね、初めての購入となります。まぁ、一般にね発売される OG 仕様のレトロハイ OG のですね仕様とはまた全然違うですね、85年当初のですねフォルムだったり、まぁ、ソールなんかもですね非常に作りが忠実にですね再現されているモデルという感じなんでございますけれども、想像以上に違いました。まぁ、言うてほぼ AJ1 のいつも通りのレトロハイ OG なんだろうなって思ったんですけど、全然違ったんで、まあ、現行でねレトロハイ OG というふうにですね発売されているモデルとちょっといろいろ比較しながらですね似てる中を見ていこうかなというふうに思っているんですが、この85でございますけれども、去年のですね2月ぐらいですよね、東京でもねスタッシュが行われた赤黒のねモデルが去年発売されました。あれがね第1弾ということで、あれはねシリアルナンバー入りということで、スニーカーもね一足一足袋に入っていたりという感じでかなり特別感あったんですけど、今回はそういったですね何足限定みたいなことは歌わずにですね、まあ足かさそんなに多くはないと思いますけれども、発売されていくという感じでございますね。またこのカラーがニュートラルグレーということで、多分復刻してないんじゃないですかね。確かローではあったかな、ローのレトロ仕様では確かニュートラルグレーあったような気がするんですけれども、ハイでですねこちらのカラーで復刻は初めてということでですね、そういった意味でもかなり記念すべき一足ぐらいじゃないかなというふうに思っておるんですけれども、それではねちょっともうね細かいところもぜひね見ていただきたいなというふうに思っておりますので、早速ディテールの方からね見ていきたいなというふうに思います。さあ、ではこちらね、ディテール見ていきたいんですけども、全体的にね、作りがね、メタメタしっかりしてるんですよ。まあ、レザーの厚さもそうなんですけど、この履き口周りのこのね、レザーの分厚さ、あとはクッションの入り方もですね、通常の AJ1 とはもうちょっと全然レベルが違うんですね。もしかしたら中入ってるスポンジも割と硬めなのかなというような感じなんでございますけれども、もう触ったらわかるっすね。あ、全然違うわと。使われてるレザーの滑らかさ、分厚さ、硬さも全然違うし、やっぱね、定価が、4,000〜5,000円、レギュラーより高いと。というだけあってですね、まあ、作りに関しては安っぽさみたいのは全然感じないようなですね仕上がりになっていて、まずそこが一つで、上からですねトーボックス見ていただくと分かると思うんですけど、結構ね長細くなってるんですよ。まあ、通常のねこちらゴールドトーンになっちゃいますけれども、こちらねつま先と上から見れば、まあ、一目瞭然だと思うんですけれども、長細くなってるんですよ。でこれ持ってるねあの知り合いとかとも話してたんですけれども、かなりつま先が長いので、そういった意味ではいつもとね履き心地がちょっと違うようなですね仕上がりになってますね。ここもやっぱ形が85年当初の形にですね寄せられて作られたんじゃないかなというような感じなんでございますけれども、一番目立つのはやっぱこのつま先かな。いつも見てる景色とね全然違うんですよ。でまあ全体としてはですね滑らかな、白いですねスムースレザーが使われているんですけれども、スーシュと履き口周りね、こちらはですね、上質なニュートラルグレーのスウェードでですねできております。このスウェードに関してもですね、まあ SB のダンクだったりだとか、こう触った瞬間あこれ安いなっていうようなですね、まあ素材感ではなくですね、かなり滑らかかつ毛足はですね短いんですけれども、質感に関してはかなりですねこだわった、スウェードなんじゃないかなというようなです
ですね仕上がりになっておりまして、このねくるぶしの、ウィングマークでございますけれども、こちらもニュートラルグレー色にですね塗装された、ウィングロゴが配置されております。やっぱねこのかかとの直角具合ですよね。これもね通常のエアジョーダマと比べるとですね、通常のエアジョーダマかかとがね若干こう斜めってるんですよね。それに比べて今回の85に関してはこちらも、85年当初の再現ということで、ほぼほぼ直角というような、作りになってるんですね。一足でございまして、まあ、特にねこことか触った感じがもう全然違うんですね。ここの補強の入り方がもう分厚すぎて硬いんですよね。まずちょっと革靴みたいなですね質感にまで仕上がってるような AJ1 というような感じでございますね。そしてまあシュルさんね、僕のサンプルズのオリジナルつけているんですけども、このシュータンがですねこの青白い透明感あるホワイトのですねタンが使われておりますね。もうねこの色僕大好きなんですよ。白なんだけれども限りなく青に近い白みたいなですねシューターがですね使われておりまして、トップにはニュートラルグレーで彩られたタグが、使われておりますね。アウトソールもニュートラルグレーというようなですね仕上がりで、もうほんと色自体はもう激シンプルなんでございますけれども、まあ、素材一つでここまでね質感の違いというか、まあインラインで出てるようなですねエアジョーダン1との違いが出せるのかというところがですね、まあナイキのブランディングうまいなというふうに思いますし、まあ、もしかしたらねこの85シリーズで当初の OG カラーをまあ本当1年に1回か半年に1回ぐらい復刻させていくみたいなシリーズもですね進めていくんじゃないかなというようなですね匂いもしておりますので、これで UNC とか出たらちょっとやばいですよね。もうそしたらもう鼻呪文でございますけれども、まあ、今後の展開もですねちょっと期待しながらですね待っていたい、まあちょっと久しぶりに感動した一足でございます。さあということでここからはですね私が組んでみたですねコーデを紹介しながらですねこのスニーカー見ていきたいんですけれども、今日もね2通りコーデ組んでみました。その1つ目がこちら、はい、ということでですねこんな感じ組んでみました。はい、トップスがですねこちら、チャンピオンのなんてことない普通のですねグリーンの特にねロゴとかは、ないようなですねクルーネックスセット、そしてですねインナーに、朝岡シュー、まさかの勘違いをしていた、ユニクロ U ねアンダーカバーコラボと思っていたですね非常にお恥ずかしい動画になってしまいましたけれども、あそこでねピックアップした、こちらのですねモックネックのですねユニクロ U のインナーでございますね。そしてですねパンツがですねこの間、買いましたキスのですねボタニカルスウェットでございますね。そしてスニーカーはこちらの85ニュートラルグレーというような感じでございます。まあ、まずこのスニーカー見た時にやっぱちょっと高級というかやっぱこのグレーとか白みたいなですねカラーをフィーチャーしたいなということでですね、真っ先に浮かんだのがこのボタニカルスウェットが絶対合うだろうなということでですね、まあ、これは合わせようと思ってたんですが、まあ、このボタニカルから外するときにトップスどうしようかなっていうふうに思ったんですが、まあ、普通のカレッジ着てもなちょっとななんか普通だしなっていうふうな思いがありまして、でかといって黒のですねスウェットもあんまり持ってなかったので、ちょっとダーク系の緑なんかね、まあ、葉っぱの色と掛け合わせてですねしっくりくるんじゃないかなということでですね、トップスにはこちらのスウェットを採用いたしまして、まあ、シュレスがクリームっていうこともありますのでインナーはね、ちょっと、クリーム色を入れてみてですね色合わせしつつ、非常にねシンプルなんですけれども、このキスのボタニカルとの相性がもう噛みすぎちゃってですね、まあ、花の世界観プラスこの高級感あるですね、まあ、大人な、感じでですね履きたいなということでですね一つ目のコーデを組んでみました。まあ、まあこのスニーカーで合わないコーデってまあなかなかないとは思うんですけれども、まあ、よりねこう引き立てられたらいいなということでですね組んでみたコーデが一つ目でございます。さあそしてお次の2つ目がですねこちら、はい、ということでこんな感じで組んでみました。こちらトップスがですねかなり懐かしいラファエットのですねトリコロールのウィンドブレーカーでございますね。そしてインナーというかですね、まあインナー何でもよかったんですけれども、ちょっとクリーム入れたいなということですねラファエットの、ローズロゴのですねスーディー、そしてパンツがですね、この間のマンデープログラムで買った、ニューヨークヤンキースとキスの、コラボによるですね深緑の、スウェットパンツでございますね。そしてスニーカーがこちらのニュートラルグレーというような感じで組んでみました。まあ、1つ目の、コーデが、まあ、割とシンプルだったのに対して、まあ、ちょっとねこのウィンドブレーカー久しぶりにこうクローゼットで見た時、あこれちょっとニュートラルグレー合うんじゃないかなと、まあ、ナイロン生地のものとかって最近コーデに入れてなかったので、まあ、思い切ってちょっと久しぶりに引っ張り出してみようかなということでですね、トップスがスポーティー感ありつつですね、まあこのねグリーンのスウェットが本当いい仕事してるというか、まあ、バリッと締めてくれるんですよね全体的な印象を。でまあフードをね出してもいいですし、まあインナーとしてですねちょっとクリーム見せることによってですね、まあこのトリコロール結構バキバキなので、まあそれの、まあ、保管色というような感じでですね、まあ、シューレストの親和性もありますので組んだらどうなるかなと思ってですね今回組んでみた次第でございます。ジャンキーにもいければちょっとこうリッチな感じにもいけるというような一足でございます。
ございますので、まあ、こういうようなですね組み方でも、でもなおねやっぱり上品さがやっぱ漂いますよね。この質感からなのかわからないですけれども、まあ、単なる普通のスムースレザーじゃねえぞというようなところがですね、まあ、僕としても非常にですね、まあ、見てて感動するぐらいの仕上がりでございますので、まあ、これすぐね持ってる方は本当何でも合っちゃうとは思うんですけれども、一つねなんかちょっと世界観なんかを設けてみてテーマ設けつつコーデ組んでみるとよりねこの一足輝くんじゃないかなというふうに思ってる一足でございますので、僕はねこの二通りの感じでですね組んでみました。もうやっぱねコーデ組んでみると改めてわかるこの上品さとですね圧倒的質感のなせる技というか、本当にちょっとね高級ブランドとのコラボぐらいのですね質感に仕上がっておりますので、まあ、これからもねちょっと85出てくるんだったらこの質感だったらまあ2万3000でも全然買うよというようなクオリティでございますので、まあ、今後の展開に期待しつつ待っていようかなという次第でございます。さあ、ということでこんな感じでお送りしたんですけれども、ここからといつもだとね、世界にイケてるコーデということでお届けする、予定なんでございますけれども、今回はね、ちょっとね、前の動画とかでもいろんな質問だったりだとか、いうふうにですね、いただいたことがあったので、まぁ、ちょっとご説明しようかなということでですね、動画で話させていただければなという感じなんでございますけれども、まぁ、今回ね、僕、個人代行のですね、まぁ、みりんさんという方のですね、代行を使わせていただきまして、で、この前にね、チャイニーズニアのエアジョーダン1のローをですね、まぁ、僕もそこの、買っておりまして、まあそういう動画ですね、まあ個人代行ってどうなんですか、怖いんですけどみたいなねコメントだとか、大丈夫なんですかみたいな感じのですねコメントもいただきまして、まあ僕としてもですね個人代行の方に頼むのは初めてだったので、まあ一応念のためということでですね、まあ買い取りとかねやられてる店舗に実際に行ってですね、まあ買い取り査定というような形で、もちろん売ってないですよ、一応心眼鑑定も含めてですねやっていただいたところ、まあしっかりね、まあ、お値段もつけていただきましたし、まあ、間違いなくね本物であるというようなですねこともいただきましたので、まあ、僕としてもね、あ、良かったなっていう感じなんでございますけれども、まあ、これね、リセール使うにあたって僕もね、ちょっと最初、言葉が足りなかったりだとか、まあ、ちょっと伝え方を間違えちゃったかなという感じですね。そこは本当申し訳ないなっていう感じなんでございますけれども、まあ、個人であろうと、モノ株、ストック X のようなですね、まあ、企業であろうと、まあ、リセールというものに関してはですね、まあ、必ずそういうフェイクだとか、まあ、そういう怖さってあると思うんですよ。それ実際にね、ストック X で偽物が流れてたとか、その出たとか、まあ、いろんな噂を聞くような、ことがあると思いますし、今 SNS 時代ですからいろんなね情報、それが本当か嘘かもわからない状態でですね、いろんな情報を目にする機会がかなり増えてると思うんですけれども、まあ僕としてもですね、まあ情報発信者としてですね、いろいろまあ気をつけなきゃいけないなというふうに、やっぱ物の伝え方って本当難しいなということをですね、まあ、実感させていただいたんですけれども、まあ、基本的には二次市場というもの、それはですね個人も企業も問わずですね、まあ、常にそういうフェイクだったりだとか、まあ、そういう不安が伴う取引だというふうに僕も思ってます。実際ね僕もそういうコメントとか、いただいたりしてですね、まあ、ちょっと本当にちょっと偽物だったら怖いなっていう風に焦ったりもしましたし、まあそれがですね特にまあ個人の方だったりすると、まあよりねまあ周りにね使ってる人がいなかったりだとか、そういう方だったりするとまあかなりちょっと不安な気持ちになるっていうのは、すごくわかるんですけれども、まあ僕としてもね今回しっかり自分でですね、まあそういう心眼鑑定を行ってですね、ちゃんと本物ですよというようなですねこともいただきましたし、まあみりんさんの対応としてもですね非常にこう連絡だったりとかそういうものもスムーズでございますし、一応ねブログの方には、何か、万が一ですねそういうことが起きた際はですね、まあ、こちらで対応させていただきますというようなですね一文もちゃんと入っておりますので、まあ、僕のね買ったスニーカーが本物だからもう絶対安心だイエイっていうようなですねことは、まあ、たとえストック X だろうとモノ株だろうと個人のニュースだろうと僕は言えないと思ってるんですよ。いつね何かが起きるかはわからないですから、それはまあやっぱリテーラーでね買う以外は多少なりともねそういうリスクは伴ってくるというふうに思うんですけれども、まあ一番大切なのはやっぱ自分でやってみるっていうのはすごく大事なんじゃないかなと思います。実際に僕もねそういう代行屋さん使ってみて心眼鑑定して、あこれ本物なんだな、あよかったなというようなですね経験があると、まあ、自分のね安心材料にもなりますし、やっぱ不安な情報ってやっぱいろいろ入ってきちゃうと思います。僕もねそれで不安にもなりましたし、まあそのコメントを見てる僕のね視聴者さんとかも不安を覚えた方もいらっしゃると思いますけれども、まあ大事なのは自分でですねしっかり情報を精査していくというか、リセールの噂なんて本当いろいろ回せてしまう時代でございます。さすがにナイキ原宿で売ってんのあれ偽物だろうっていう人はいないですけれども、やっぱ少なからずですね、まあそういう、まあ、代行だったりだとかリセールをやってるところへのですね煙というものはですね、たとえそこに火がなくてもですね煙を立てられてしまうというような時代でもあると、僕は思いますので、まあ一ね情報発信者としてはまあそういったですね、まあ、進化鑑定もしつつですね、僕買ったものは本物でしたよというようなですね、まあ事実を、このですね YouTube に記録しておくことが、大切なのかなというふうに思ってですね
ですね、まあ、今回お話しさせていただきました。こんだけやっぱりね情報社会ということでですね、いい噂も悪い噂もどんどんですね目に触れるような機会でございますし、最終的にやっぱり自分でですね実際にやってみたり、例えば何か言われてる人には会ってみたりだとか、直接メッセージをやり取りしてみてですね、ちゃんとその人のですね人となりだったりだとか、あとはその信憑性みたいなものはですね、まあ、自分で体験していくことが、まあ、情報過多な、世界でですねいろんなものを選んでいくですね上で非常に大切なことなんじゃないかなというふうに思っておりますので、まあ、またね何かあの不安なことだったりだとか、まあ、そういうリセールに関してですねどうしよう困ったみたいなことがあれば、まあ、僕がちょっとね力になれるかどうかわからないですけれども、まあ、そういったものはですね、まあ、気軽に僕にもメッセージしていただいて全然大丈夫でございますし、まあ、同じスニーカー同士ですね、まあ、そういうフェイクって怖いと思いますので、まあ、一つねちょっと助け合いながらですね、まあ、そのリセール市場というものもですね一緒に楽しんでいけたら、幸いなんじゃないかなというふうに思っておりますので、まあ、何か、困ったことがありましたら、まあ、僕が全部万事解決できるわけではないんですけれども、気になることがねあれば、ぜひですね、まあ、直接 DM でも全然大丈夫ですし、いただければなというふうに思います。おります。いや難しいですね、ほんと情報を発信するってのは本当に難しいですし、まあ、今回の一件ですね僕も、まあ、ちょっとね正直ヒヤッとした部分もありましたが、まあ、それ人間関係も問題だと思うんですよね。あ、この人怪しいなとか、あ、この人嘘くさいなっていうのってやっぱり経験でですね培っていくようなものだと思いますので、まあ、どうかねそういう、まあ、ネットとかで溢れてるような噂よりもですね、まあ、しっかりしたね情報を自分で精査していくということがですね大切なことなんじゃないかなというふうに思っておりますので、僕もね引き続き気をつけながらですねいろいろ情報走っていこうかなというふうに思っております。それでは、今回はですねこちらの、ニュートラルグレーもとにもかくにも最高でございますよ。もう出来に関してもですね申し分ないですし、もうカラーに関してもマサオが大好きカラーでございますので、とにかくこの85でですねオリジナルカラーどんどん出してほしいなと、まあ、どんどんというか、まあ、定期的に、出してほしいなというふうに思っておりますので、まあ、一つ楽しみなラインナップとしてですね今後も楽しみにしていきたいなというふうに思っております。それでは今回の動画面白かったと思ってくださった方はぜひ高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. ムービー、じゃねー。